そういうものそこそこ焦げ、真実の行じゃないからつまらんぞと、こう禅道は言われています。だから禅道は外だけ立派に見えても内側間違ってあってはいけませんよと、まあ、禅道自身の心はそう言いませんとるんですね。内と外とが不自由取りのことはできない。ところが親鸞上人はね、それを逆に読みました。まあ、これ漢文字の逆に読めるところがありますからな、これ漢字帳が。それを親鸞上人は逆に読んで、ね、結局、外を立派に見せるようなことはもうやめとけと、これとかしてる。なぜかしら、うちは嘘偽りばっかりだから。ね、そして、凡人罪、そういう煩悩の心ばっかりが体上に滲みておるから、ね、我々のなすね、三宝でこれは心から、体、口、心ですよ。行動の上でなす行いはね、みんなこれはもう蛇やサソリのようにね、同じや、俺の悪い心の同じやからね、もうわしらの なすことにね、全部からなすことは増毒呼吸ばっかり、真実のことはないんだと、まあね、真実のことはないと、ということを言うとのが親鸞上人です。全部だから仏の救いに言わねえならんと。ところが禅道の場合はね、やっぱり親鸞上人ほど他力に徹底しておりませんね。嘘を偽りではダメだぞと、真実でなければならんぞと言ったのが、やっぱこれ禅道、禅道なんですよ。とにかく禅道の言葉は受けながらね、言葉は受けながら、親鸞上人は逆の読み方をした、ね。私らのやることは嘘偽りばっかりだった。だから、仏の、一人に仏の救いになれ、そう言っておりますね。まあまあ、ちょっと禅道のことがここに出ましたのでね、それでちょっと申し上げておきましたね。はい、ほんならまあ、大体のね、予定の時間に言っておりますのでね、ここまでにしておきます。だからいつもね、あと30分までね、質疑の時間にしておりますのでね、どうぞご遠慮なく。まあこの回はね、ご遠慮なくいろんなことを言っていただくこともこの回の特徴にするので、福島の方でお坊さんが人事権を間違って、で今日私お寺法事を済ませた時にやっぱその話題をお坊さんにやっぱ聞かれまして。あ、じゃあお坊さんですか。あ、私東京の文京区の方のお寺のものでして、でまあちょっと答えに窮してしまったというか、ああいうのやっぱどうなんですかねっていうのを聞かれてしまって、で、まあ、今日こういう、まあ、親鸞上人の上で、まあ、そういったことを語った御門はあるにはあるわけだと思うんですけど、でも安易にその門を出して、安易にこういった御門を信頼書にこう言ってますよと出して、なんかしまっていいものなのかなっていうのはちょっと自分の中でなんか折り合いがつかないんですが、先生は特にどっちの門ですか。ここで全体大臣の読み方ですから、ご消息の方ですか。あ、どうせご消息の方になるのかなと思ったんですけど、それやっぱりだと私も申しましたようにね、そのわざとそういうことをするということはね、やっぱり用意とは印がないじゃないかとね、そういうことはやっぱり、わざとするようなことはあってはいけませんよと、そういうところありますよね。しないただまあ大事なことはね、浄土真宗というものはあくまで他力の徹底した教えでありましてね、いかなるものであろうとも仏様が見捨てることはない。そこの点はね、これは非常にこう徹底した教えですよね。しかしね、これは当然のことながら、歎異抄の御門でもね、皆の本願には
老少善悪の人を選ばれる。ただ信心を要とすと知るべしと言ってね、そこにやっぱり信心というものを抜かしておりませんわな。そしてその家は罪悪人事を煩悩使用の修行を助けのための願にもしますよね。あの歎異抄の第一条でもね、結局まあ老少善悪の人を選ばね、老少善悪いかなるものであろうともね、悪の前に選ぶというのは選び捨てるというのが選ぶですからな、いかなるものであろうとも選び捨てるということだ ね。そしてその家は罪悪人事を煩悩使用の使用をね、結局皆の本願のすごいの目当てがね、罪悪人事を煩悩使用ね、まあまあ正確だから、まあ、やっぱ結局皆の本願のすごいの目当てというのはね、僕ちょっとまあまあよろしいかな、ちょっとこう親鸞の言葉と禅の言葉がちょっとごちゃごちゃだけど、まあちょっとよろしいかな、大体分かりましたね、私の言いたいことは。それでまあ歎異抄のね、皆の本願には老少善悪の人を選ばれる、ただ信心を要とすと知るべし、ね、ただ信心を要とすと知るべし、信心が大事であると、ね、信心が大事であると、その家は、なぜか、だからまあ老少善悪の人を選ばんというのはな、いかがない老少、普通の道徳だったらね、悪はいかんぞとね、うん、悪はこの悪はいけないぞと、普通の道徳だったらもうそれな、悪いことでいいとは思うのね、しかし今宗教の違いなるがゆえにね、いかなるものも選ばない、でそこにね、ただ信心、やっぱこれが非常に大事ですよ、信心というのね、僕の信心というのが大事だと思うね。ただ信心を要とすと知る。これも浄土真宗がね、信心が大事だということはこれだろうね。これはもうお分かりいただいたとおり、ね。その家は罪悪人事を煩悩使用の使用を助けがたの、ね、罪悪人事そういうのを深いものことを救おうとする。授けのための願に申します。大学人だからね、この大学人の本能の使用を救おうとするのがこれは未来の本願ね。でそこには信念を要とさせている。だからこのね、罪の深いものこそ救うんだとね、ここにやっぱり信心のね、大きなやっぱこれは特徴ですわね。いかなるものでもお救いを頂戴するんだとね。でそこにね、そのわざと悪いことをしなさいという言い方はありませんね。そこでね、まあああいうちょっとね、悲しい事件が起こったね、これからまあいろんなことが具体的になってくるでしょうけどね。まあしかしね、ああいう事件があったからね、それがね、心象のね、講義そのものが、講義そのものがね、心象ね、教えそのものに間違いがあるということとは全く関係ないと思います。ね、それはまあ実際ね、
自分だってどんなことが起こすやろうかも分からんって言えば分からんんだからね。例えばまあ今はもうそんなことはなかろうけどね、例えば兵隊やら行ったらな、人を殺すのが仕事やからね。おそらくまあ新種の、ね、関係の人もダメな引っ張られてとるんやからな、それは何人も人を殺した人もおると思うよ、ね、しかしそういうことをしたから仏様が見捨てるっていうわけじゃないんやからね、もちろんね。それはああいう兵隊戦争で人を殺したのとな、で人を殺したのとな、その事情は違うけどね、人殺しをしたということにおいて同じくだよな、うん、だからまあそういうね、でも我々だってね、どんな過ちで、まあ、ああいうことをせんとも限らないね。でそういうことをしたからもう仏様が見捨てるぞっていうんじゃないんだよな、うん、ここはしかしそれが非常に真宗の意味の深いところです、ね。まあ、あの人が今ね真に喜ぶ人に既になっているのかどうか、まあこれはな、まあまあちょっとな、真に喜ぶ人であったら、すでに真に喜ぶ人であったらこういうことはできんと思うけどね。まあ、ああいうことを起こしたから、もう絶対に、あの人が真に喜ぶ人になる可能性がないわけじゃないんだからな。結局その、